ご視聴ありがとうございます。アンティークブルーです。先ほどですね、荷物が一つ届きまして、開封したところ、今動画に映っております、先日発売になりました厚岸蒸留所二十四節気シリーズの第11弾、厚岸ブレンドッドウイスキーショーマンが入っておりました。すごく楽しみにしてたので、本当はもう今すぐにですね、開封して飲みたいんですけど、実はですね、当店がですね、ジュエリーショップの奥にありまして、ジュエリーショップがまだ営業中です。なのでさすがに僕がですね、ウイスキー飲みながら接客することができないので、夕方のバーの時間まで我慢したいと思います。はい、ということで、こちらですね、ショーマンオフィシャルで発表になっている内容をですね、ちょっと読まさせていただきたいと思います。厚岸蒸留所二十四節気シリーズ第11弾、厚岸ブレンデッドウイスキーショーマン。まずキーモルトですね、こちらがですね、オール北海道ウイスキー水ならだるを使っているようです。テイスティングノート、トップ、黄色のトロピカルフルーツ、砂浜、炭、焼いたソーセージ、ベーコン、ホットケーキ、メープル、蜂蜜、シャインマスカット、デラウェア、次ミドルですね、蜂蜜レモン、ピートで、エンド、ホワイトペッパー、柑橘の酸味と甘味、ビール感ということになっております。ビール感があるんですね。ちょっとテイスティングしてないので何とも言えないんですけど、ちょっとこのテイスティングノートを見ながら夕方ですね、テイスティングするのがものすごく楽しみになりました。で、今ここになんで2本置いてあるかと言いますと、実はですね、厚岸蒸留所は北海道にあって、まあ、当店も北海道にあるんですけども、その厚岸蒸留所が一番初めのニューボーン1出した時ですね、こちらのウイスキーなんですけども、実はですね、当店に来ていただけているお客様にですね、厚岸蒸留所のウイスキーを知っていただきたいなっていう思い、まあ、同じ北海道ということで、そういう思いがありまして、ちょっと振る舞いをさせていただきました。でですね、実はですね、このファンデーション1からですね、先日出ましたこちらの、見えますかね、啓蟄、まずですね、全てのウイスキーをリリース日から、皆様に振る舞いをさせていただいておりました。ということで今回もですね、こちらの2本分 700ml を2本分ですね、こちらをですね、皆様に、ご来店いただいた皆様にハーフショットなんですけど、お一人様1杯のみで申し訳ないんですけども、ちょっと振る舞いをさせていただきたいなと思っております。で、当店に飲みに来ていただいた時にですね、僕の方から声かけませんので、ショーマン飲みたいですって一言言っていただけたら、ハーフショット1杯ご馳走しますので、ぜひぜひお声掛けしてください。で、本当ショーマンですね、これ第11弾ということなんですけど、最初二十四節気がシリーズ化された時に、いやー24本も出るのかっていう感じだったんですけど、まあ、今年に4回リリースですね、4回リリースされてるんですけど、もう気がつけばもう11弾まで来てるので、あと13本ですか、まあ、こちらも多分あっという間に全部リリースされるんだろうなっていう感覚ではいます。本当に厚岸蒸留所はですね、僕も大好きな、本当ウイスキーを作っていただけてる蒸留所の一つなので、もうこれからもですね、皆さんに知っていただいて、たくさん飲んでいただきたいなって思います。はい、それではですね、本日から振る舞いを始めたいと思いますので、なくなり次第終了となります。それとお一人様一杯ということにさせていただきますので、ご来店の際はお声掛けください。よろしくお願いいたします。また次の動画もご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。アンティークブルー誠でした。